はい、皆さんこんにちは。いつもお世話になってます。今回は、各種腸の交配法についてご説明してみたいと思います。まず裏ごまだらしじみは、吹き流しの交配が、メインかと思います。ただこのビデオはハンドペアリングを載せてあります。ハンドペアリングも可能ですが、まずオスが成熟するのに少し時間がかかります。オスの交尾器をちょっと爪楊枝なんかで刺激してみて、爪が開くかどうか、特殊な4つの爪があるんですけれども、この爪で爪が開くかどうかをちょっと確認してから行っていただきたいと思います。だいたいオスが成熟するのに少し時間かかります。4日から1週間くらいですね。そうしますと、まずオスが元気があると自ら交尾器というんですかね、この4つの爪を四方に開くという感じ、具体的にはそんな感じなんですけれども、それで、メスの交尾器を挟み込むという感じですね。上から押さえつけるというか挟みつける感じで、交配します。一つ私の思ってる問題点では、裏ごまだらしじみはオスとメスの羽化のタイミングがバラバラというか、飼育すると一気に出てしまう場合がありますので、オスとメスを判別しておいて、でオスをなるべく早く羽化させて4日ないし、5日から1週間くらいを遊ばせておいて、我慢に我慢させて、それから交配すると確率がぐっと上がります。もともと気ままな腸で、吹き流しの交配もつく時とつかない時とあります。確実に、つくといった腸ではないんですけれども、ビデオを見ていただいて、こんな角度でこんな感じで挟んで、つくのかというのをちょっと見ていただくだけでもいいかなと思いました。このビデオは少し、つけてからじっとそのままにしてありますけれども、こんなに時間はかからないです。オスが元気が良ければ瞬時に、くっついてしまうことが多いです。シジミチョウの中では、特にゼフと呼ばれる中では、裏ごまだらしじみだけになります。はい、続きまして、裏金シジミの交配は吹き流しで行います。ハンドペアリングはまだ成功しておりません。吹き流しを、斜めにセットして、この中に、だいたい3オス2メスもしくは2オス1メス入れます。で、裏金シジミの吹き流しの交配の大事な重要なポイントが一つあります。これは時間帯です。夕方、茜色に、染まって、だいたい時間的にこの5月から6月の時期、6時から6時半頃の遅い時間帯になります。夕日がこう差して茜色になって、それからやっと交配に、入ります。やはり、ゼフの特徴だと思いますけれども、まずオスが羽を小刻みに震わせます。そんな形のが見えましたら、交配の時間帯になったかなということで、オスメス元気にこう活発に歩き回ります。で、オスはパタッパタッと羽を小刻みに震わせて、で、メスに近寄っていって、こ
交配をしますけれども、確実につくということでもなくて、やはり、難度的に難しい蝶になります。メスがやっぱり同じように歩いて逃げ回ってしまいますので、じっとしている場合に限って交配が成立します。ですので、つくときとつかないときとあります。また飼育すると野外より1ヶ月ほど早く羽化してしまいますので、この5月の時期はまだ寒い日が多いです。特に夕方日が沈む頃になると風が出たり、寒くなって気温が低下して不活発になることがありますので、まあ、一つの重要な点として羽化期をなるべくさなぎの時期を調整するなりして、なるべく遅い時期に羽化させるということが、これはベニモンカラシジミなんかも言えることなんですけど、あまりにも早くに飼育して羽化させてしまうと交配が難しくなってきます。はい、このように羽を震わせて、メスに近寄ってきます。時間帯が夕日が沈んで周りが暗くなる頃ですね、薄暗くなる頃にやっと交配しますので、普通の蝶の感覚とはまたちょっと違います。かなり遅い時間帯に交尾行動を起こすということになりますので、覚えておいていただければと思います。今ここの画像の交配が成立しました。まあうまくいくと瞬時にこう交配して、くれます。私もまだいくつをこの中に入れたらいいのかということが正確には分かってないんですけれども、2オス2メスとか、まあ、3オス2メスくらいをがいいんじゃないかなと思って入れるんですけれども、干渉し合ってしまうこともあります。はい、続きましてこれは産卵の方法ですけれども、カブトムシなんかを飼うあのアクリルのケースでも、十分産卵できるんですけれども、これは吹き流しで、トネリコの太枝割れ目なんかを主に、立てかけてというか入れてこの中に入れてあります。まあ、あのナイフとか、で割れ目を作ってもいいんですけれども、主に、自然なこう割れ目というかに、産卵するようです。はい、続きましてベニモンカラスシジミです。ベニモンカラスシジミの場合は、まあ、ハンドペアリングもコツをつかめば可能ですけれども、一般的というか簡単な方法として、庭に自然に放鳥する方法が確実かと思います。まあ、こんな10メートル四角くらいの空間ですね、そこで、オスメス、飛ばします。まあ、オスは遠くに、飛んでいかずにその場で、テリトリーを張って、オス同士で追っかけ回したりしながら縄張りを作って、で、居座ってくれます。まずオスを離して、その上で、メスが羽化したら飛べるような状態になったメスをそこに離します。そうすると、まあ、追っかけてって、自然に交配してくれるという形です。これはミヤマカラシジミも全く同じです。もしくはミヤマカラシジミの方がこの執着性というか確実性というか強いです。
なかなかこの自然に交配する時のビデオは撮れないと思うんですけれども、まあ庭でこう自然に放し飼いをしてますので、交配の瞬間が撮影できました。これは両方ともモン流れになってます。この年はすべてモン流れを使いました。まあ、同じ画像のように見えますけれども全部違う個体です。ほぼ 100% 交配してくれます。交配してからはグラムモドキの木を庭に置いておきますと、そこに執着して産卵に戻ってきますので、それを取って、産卵させます。はい、次はキマダラルリツバメの生息環境。このビデオは一つ交配ではないんですけれども生息環境を載せてあります。浮かしたキマダラルリツバメ、綺麗ですね。はい、ご覧いただけますでしょうか。サナギが2つほどついております。これは桜ですね。ボタン桜っていうんでしょうか。遅咲きの桜です。よく庭に植えてあるものなんですけれども、この木が主に利用されます。まあ、発見しやすいということもあるかと思うんですけれども、人家のまたは道沿いの並木の古木ですね、桜の古木で発生している場合が多いです。で、くぼみとか割れ目があります。そこに、ベニヤ板をこう雨よけというか人為的に、かけておきますと爆発的に、翌年増える場合があります。まあ、あまりこもってしまうと、湿度がこもるとムカデとか、ナメクジの巣になってしまうので、まずいんですけれども、その適度な雨よけを作るということもまた捕獲する上で、重要なことだと思います。まあ、このように穴の開いたというか、でここにハリブトシリアゲアリが巣を作っているということが大変重要になるんですけれども、そのようなコロニーに、まあ、あのベニヤで、少し半分くらい、蓋をしておくと、まあ、翌年時期にこのベニヤをめくってみるとこのような形になっていることもあります。はい、浮かしたキマダラルリツバメメスですね。まあキマルリの場合はまだその交配法が分かりませんけれども、まあ、一つの環境のビデオを見ていただければと思って載せてみました。まあ、なかなか並木の古木、立ち枯れしたような木は邪魔で切られてしまう場合があるんでね、保護しようと思っても知らない人が環境整備で切ってしまう、それで、終わりということもありますので寂しいと思います。はい、続きまして朝鮮赤しじみ。朝鮮赤しじみも自然に、放し飼いというか放鳥すると交配します。まあ、庭にトネリコを植えてあるんですけれども、もう数年するとかなり大きく5メートルくらいに育ってしまいます。駐車場の脇が全部トネリコになっておりますので、そこに、浮かした朝鮮赤しじみを放すだけです。
これも確実に 100% 交配して、産卵までしてくれますので、この方法が確実だ だと思います。どのくらいの木が必要かということもちょっとまだわからないんですけど、私の場合はこのような環境で、やっております。吸蜜源は何もないんですけれども、自然な安滅油を吸って、結構長期にわたって、生きてます。アブラムシの分泌物とかそのようなものを吸蜜源としているんではないかと思いますけれども、一つの包丁のポイントは、まずオスが羽化したらすぐに腹さなしに、吹き流しにオスばかり、大きな吹き流しに入れて貯めておきます。で、餌だけやって、吹き流しの中に、20とか入れておきます。で、話す時間帯は夕方だと活発なに飛び回る時間帯で、そのまま話して飛んでいってしまうことも多いですので、日中に、話します。で、メスが羽化したらメスは1頭ずつでも、2、3頭まとめてでもいいんですけれども、羽が伸びたらそれを話すという方法です。夕方に、テリトリーを張って、この頭上というか枝状で、飛び回って、でメスを探して交配に至るということになります。はい、最後に、なりました。黒子紫のハンドペアリングを載せてあります。小紫の交配は吹き流しでは、吹き流しに入っておりますけれども、ハンドペアリングになります。吹き流しの交配は非常に難しいです。できないこともないんですけれども、やるとしたらメスのさなぎをぶら下げて、その中に、オスをと入れておくということで、浮かした同時に、オスが感知して交配するという形になります。で、ペアリングは私左利きですので、左手に、メスを持っております。で、まず、ティッシュペーパーをもう尖らして、で、オスの交尾器付近バルバのあたりをちょっと刺激しています。こちょこちょこちょっとします。そうすると、これ個体によって、差があるんですけれども、まずバルバを少し、開く、開閉するオスがあります。このようなオスを使います。で、確認して、このような元気の良い成熟したオスと、で、メス、浮かしたメスを使います。メスの腹部は丸々と太っているんですけれども、肉眼でも交尾器が見えます。丸く穴が開いてますので、そこに、持っていくわけなんですけれども、はじめどうやってこんな太い腹部を挟むのかなと思って、絶対無理だと思ってたんですけれども、偶然からうまくいったんですけれども、ちょこちょことこう刺激していると、ある時というかオスがぐっと開くんです。その時に一気にいい場所を持ってって、それで、あてがってやると、ゆっくりと、一気にというか、ゆっくりとぐーっと締め付ける形で、挟み込みます。よくオスの何て言いましょうか、爪があるんですけれども、爪を引っ掛けるというような作業はあまり関係ないみたいですね。このような形で、コツさえつかめば、黒子紫のハンドペアリングも簡単にできます。産卵は吹き流しで行います。
これを山慣らしに増しておりますけれども、柳の類だったら何でも結構です。ただ少しデリケートで産卵にもコツがあります。風通しの良いところで産ませる必要があります。はい、以上になります。どうも皆さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。